いいろろ芸歴がね若、若手もおりゃうん、うん、なんか結構兄さんもおったやんかたあの、磁石さんもおって、うん、でギースさんもおってみたいなうん、うん、まあ楽しい幅のあるライブやったんやけど <laughs> ご飯食べてる時に、うん、あの、金の国っていううちの若手がおるのあの、うんうん、最近ちょっとラフターナイトで優勝したりとか次くれ芸人で優勝したら、うん、結構まあ最近勢いのあるコントがいてまあ金の国の渡部っていうちょっとぽっちゃりした方の渡部おにぎりっていうやつが、うん、あのあん んりそそのお笑いをな見てきてないっていうか,だからショーレースとかは見た年もあるぐらいの。かながずじゃないんや。全然全然。ついてた時もあるから見た年もありますぐらいの。うん、んでエンターと、うんえー、レッドシアターは見てたみたいな。うん、なんかしずるさんとかは好きでみたいな。だからそんなに芸人のことは詳しくない。ない人間ほんまに。そテレビで 見てて面白いなと思っ基本的にはまあ高校時代は野球部で強豪校にいて頑張って一生懸命やってあいいやつや熱くていいやつでまあネタ書いてないねんけどみんなご飯食べてる時にまあいろいろまあ盛り上がってきた時にまあちょっとなんか気心もしれてきていろいろ喋ってる時「本当にあの本当に申し訳ないんですけど」つって改まって「あの大崎さんいた本当に申し訳ないんですけど正直あのギースさんと。 ラブレターズさんとジグザグジギーさんはもう何が何だか分かってなかった。<laughs> <laughs> えっえっえってえ<待>って <laughs> いやいや、もう今日分かったんですけど、うん、競技さんはようやく分かりました、みたいな、うん。何が何だか分かってなかったですって言って、うん、いや、誰が誰だかやん。うん。<laughs> 言うとしたら <laughs>。 いや誰がギースで、うん、誰がジグザグ時期か分かってないやったら分かるけど、うん、何が何だかもうあかんやん <laughs> ギースが何でて。いや、何でやらへんよ。<laughs> マジか、マジかみたいなことは言ってて、うんね、<laughs> むっちゃおもろくて。うんま、うー、マジか。うん ジェネレーションギャップかーみたいな、うん、でもまあまあまああのでもで渡部、ね、年齢来たら28でそうでもないのよそうかそうかそんなに若くもない,いってなって、うん、で磁石さんが、うん、長澤さんっていうボケの方の人がちょっと焦って「うん、ちょっと待って、うん、磁石大丈夫だよね」みたいなことを言ったら <laughs> <laughs> 本当に申し訳ないんですけど、うん、あの三拍子さんと。 わかんなかったですね。何が何だか何が、磁石と三拍子もも何が何だかわかんなかったです、みたいな。いや、今日で、今日でようやくわかりました、みたいな。でもう、もう今後こういうことはないようにします、みたいなこと言って、まあそういうことやね今後こういうことやね別に悪いことはないねんけどさ、まあ、うちらが知りすぎてるっていう面もあるから、ほで、あの、 横にいたウエストランドの太さんがね河、うん、本さんがねまあこれが世論じゃからなって,言って <laughs> 誰が言ってんねんって <laughs> 受,け受け入れようみたいなそのつもりでやらなあかんなみたいな話で <laughs> うん、うん、まあそっからちょっとじゃあデたらめな芸人の名前言ってはい、はい、おるかおらんかクイズみたいな最低な遊びしてて <laughs>。 そこで、まあ出てた名前は言われへんけど。うん、<laughs> この芸人おるおると思うおらんと思ういいみたいいラインの話。